って泣いて言える。いや、講師、紅葉、ユリア、ひな、とうとう卒業ですね。みんなにとって中学校での野球ってどんなものでしたか？紅葉は出力のある大勢の先輩たちの中で泊まれながらたった一人の1年生として頑張ってきました。しんどいことや悩んだこと、もうダメやと思ったこともあったでしょう。でも3年間やり遂げたね。持ち前の運動神経の良さでいろんなポジションでもこなしていたのが印象的です。講師はキャプテンとしていろんな苦労があったことだと思います。同学年が少ない中、大勢の後輩をまとめなくてはならないのは毎日プレッシャーでしたね。吉見先生に帰れと言われたある日の練習、みんなが本当に帰ってしまった後、帰ったよ、2年生悩んで臨んだ翌日のミーティングは私にとっても忘れられません。講師の役に対する思いを強く感じました。そしてユリアとヒナ、野球部内で女子会が結成できました。で、私にとって2人はどれほど心強い存在だったことか。毎日のお茶の準備や選手への気配り、声かけ、また試合のための用具の準備、富士山大会の手作りお守り、マネージャーとして文句なしの働きをしてくれました。ユリアのラケットノックでみんなが子犬のように喜んで動き回っていた夏の練習の一コマ、もう忘れられへん。またヒナは常にな、あの細やかな、気遣いな、これお茶足りてるかなとか、大丈夫かなとか、みんな死んでないかなとか、そういう気遣いしてくれてた。それがもう忘れられません。ありがとう、二人に感謝です。野球を通じて二人が輝くことができた夏を忘れません。これからのみんなの人生にどんな形でもいい野球があることを願います。なぜならば野球を通じてつながった4人だからです。いつでも思い出して心が温まってくれたら嬉しいです。古川より卒業おめでとう。それでは最後に、